皆さん、こんにちは。今日は上川町にございます大畑梨園さんにやってきました。梨は上川町の特産品として有名で、上川町のマスコットキャラクターには、なっちゃんという梨の妖精がいるぐらいなんです。8月から9月にかけて、上川町内の国道や県道沿いにずらりと並ぶ梨の直売場は、上川町の風物詩となっています。ずらりと並んでるんですけど、ちょっと大きめのやつをじゃあ、行ってみたいと思います。ちょっとこの辺の、こんな感じで枝を、簡単に取れるんですね。大きいです。1個ぐらい。こんな感じで。重いです。以上、上川町の大畑梨園より、本庄経済新聞がお伝えしました。